んじゃあ行くよ。ラゾーリおばちゃんの工房だよ。内理師を辞めた後ここを閉鎖したの。どうやら部族のみんなが騙されてたみたいだね。なんでここに他の人がいるんだ。悪事を働くなら悪い人を雇って協力してもらうのが定番でしょ。まとめてぶっ潰す。手加減はなし。退路はない。当たれ。まだ見せきれてないのに。行くよ。射撃準備。じゃあ行くよ。風の赴くままに。まだ見せきれてないのに。お前の勝ちだ。オッケー。素早いじゃねえか。どの技も似たり寄ったりだな。
絶対に振り返るな。風の行く先を。まだ動いてるみたい。制御装置を探して運送車を動かそう。それに乗れば先に進めるはず。よし、先に進むよ。技も似たり寄ったりだな。すぐ追いつかれるなんて、ずいぶん足が速いのね。上を見ろ、ニーガがいるぞ。あいつ何するつもりだ。私は嘘なんかついていないわ。最初から最後までただ娘のニーガを救いたいだけ。今はまだ私の子じゃないけど、全てが終わったらこの子は本物のニーガになるのよ。今はって一体もう理解したようね。そう、私がやろうとしているのは記憶を利用してニエガを蘇らせること。あの子は八神の国に長く居すぎた。暗いのも寒いのも苦手なのに、ニエガを一人にしたのは私よ。だから必ず連れ戻さないと。怖がらないでニエガ、お母さんは何も忘れてなんかいない。あなたの名前を今も覚えているわ。おそらくあんたが考えてる通りだろうね。じゃあ上で横になってるのは誰なんだ。同じ集落の子よ。この子の両親は以前のアビスの侵攻で命を落としたの。でも偶然
この子の誕生日は私のニエガと同じだった。この子を引き取ってずっと面倒を見てきた。そうすれば少しは楽になると思ってね。初めてお母さんと呼んでくれた時すごく嬉しかったわ。けど急に怖くなったの。この子は本当に私の子？私の子の名前はニエガ。ニエガ以外にいない。どうして嬉しいと思ったのかしら。私のニエガはまだお母さんを待っているのに、私が連れ戻してくれるの？言ったはずよ。ニエガを連れ戻すためなら私は全てを捧げても構わないって。今こそ全てを捧げる時なの。私が持っているこの役立たずの小名にもそろそろ役に立ってもらわないと。力を貸してくれないのならニエガの小名のために燃料となりなさい。シロネン、まだ動かないのは周りの冥黒図を観察しているからね。無駄よ。燃焼冥黒は全て配置した。冥黒図もとっくに機能し始めているわ。あなたがアイデアをくれたおかげよ。この中枢冥黒はニエガの本当の子名になる。ニエガが帰ってきたら誕生日会に招待してあげるわ。おい、まさか強行突破するつもりか？この冥黒図には穴がある。もうすぐボロが出るから、うちの合図に合わせて。ニエガ大丈夫、心配しないで。さん、ずっとそばにいるわ。決してあなたを忘れたりしない。に、さあニエガ、早く目を覚まして。おね、一、大丈夫よ、安心して。もうすぐお母さんに会えるからね。ニエガ、近づいちゃダメ。この記憶は歪んでる。この霧は歪んだ記憶の叫びだよ。触れたら支配されて二度と自分を取り戻せなくなる。どこにいるの？薬なんて飲みたくない。痛い、痛いよ。どうして私しかいないの？ニエガ、どうして？薬なんていらない。ずっと一緒にいて。もう見捨てないで。ラゾーリ、あんたはその手でニエガという名を全てを束縛する檻にした。そろそろその子の声を聞いてあげな。泥まみれの水石、こだまするテペトル、集い散り燃え尽き、よみがえり死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。お母さんが一緒にいるから、ニエがずっとずっと。お母さん、私ずっとそばにいたよ。やっと耳を傾けてくれた。古き枝に息吹く新芽、おいし花を守る若葉、めぐりし晩鐘、共に大地へ帰らん。知り合って随分経つのに会うのは初めてだね。あなたがニエガなの？うん。あなたの名前は？私はニペカ。素敵な名前だね。ニペカ。
私は昨日のあなたに祝福を捧げる。これからの明日が何の憂いもなく幸福であらんことを。